今日6月4日は語呂合わせで虫の日です。和菓子の製造販売を行う岡山市の源吉兆庵グループが東京の銀座本店で恒例となったホタルの鑑賞会を開催しています。およそ600匹の源氏ホタルがほのかな光で店内を灯します。宗家源吉兆庵の銀座本店で開かれている源氏ホタル鑑賞会です。江戸時代の銀座ではホタルが多く見られたと言われていますが、都市化が進むにつれてその姿は徐々に減少。源吉兆庵グループは風情あふれるかつての銀座を感じてもらおうと2004年から鑑賞会を開いています。綺麗でピカピカですごかった。東京都心でこんな風にホタル見られたのすごく綺麗でしたし、すごく癒されました昔懐かしい雰囲気を感じていただき、しっかりとホタルの幻想的な光の雰囲気を味わっていただければというふうに思っております。源氏ホタル鑑賞会は源吉兆庵銀座本店で今月9日まで開かれています。